皆さんこんにちは、たかもえです。ロッテです。今回もさとひろさんに来ていただきました。こんにちは、さとひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はさとひろさんと罰ゲームくじ恋愛編をやっていきたいと思います。いやもうド M すぎる自ら罰ゲームを引きに行くとかもうド M すぎてなんなんすか、バンナム TV。 今回こちらの中に恋愛に関する罰ゲームの質問が入っているので、はい、これ順番に引いてって答えていただくという感じになっております。はい、今回この罰ゲームいろんなことが書いてあるんですけど、さとひろさんには日向ゆいちゃんとのことを答えていただきたいなと思います。なんか加わってないですか俺ら二人は思い人やね。そう、ぼっちのね、私なんかぼっちなんでもう思う人に思い人ですか。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、一番最初なんで軽いので聞いてほしいんですけどね。さあ、今までに買った一番恥ずかしいものは、異性に買ったとか異性に対して買ったものとか。なるほど。でも何でもいいんでしょ。うん、何でもいい。自分が恥ずかしいと思うものだったら。じゃあいいですよ、お答えしますよ。はい、今まで買って一番恥ずかしかったもの、それはローションでございます。待って待って、その大丈夫。違う違う違う、これね、これね、そっち。違う違う、これは理由があります、理由があります。はいはいはい、企画で買ったんですよ、ローション。あー、そういうことよ。そういうことか。そう、あ、異性って私ね、私との企画のためにローションを買った。そう、なるほどね。重い人そういう感じですね。あ、うまい、よし、よし、うまいね。なんか逃げてるから。危ね危ね、なんか逃げてるな。危ね危ね。じゃあ次私が聞かせていただきます。はい、これは、あ、いいね、いいよ。モテようモテようと思ってやっていることは。聞きてー。これガチで答えます。あるんだ。あるんだ、あるんだ、そもそもあるんだ。モテようと思ってやっていることはですね、いつもはヘンテコなキャラを演じる、その女を出さない。なるほど。もういざという時はその女らしさを出してギャップ萌えを狙っています。これガチじゃないですか。ガチのやつ。やばいっすよ、やばいっすよ、やばいっすよ。だって女出してるって思ったら狙ってるって。ハンターなのね。なるほど。そのね、ギャップ萌えですよ。ガチだ。やべえ。結構いくな、グイグイ。まあやだな、いきましょうか。じゃあこれじゃん。あ、これ好きな人に言われて嬉しかったことは。ドキドキする。ちょっと待ってくださいね、ちょっと整理しますね。何だろう。あ、じゃあちょっと特殊なんですけど、僕ら二人とも YouTuber じゃないですか。そうですね。だから今日の動画面白かったよって言われるのがめちゃめちゃ嬉しい。わー、いいですね、それ。嬉しいと思う。うわー、チェックしてくれてるってことですもんね。ガチなやつじゃん。やべー。じゃあさっさと行きましょう。いいですか。迷いなく、さっき逃げてたんで、そろそろきついの来てもらったら、ね、ガツンと一発。好きな人にしてほしいコスプレは。おー。僕のしてほしいコスプレ、それはバニーガールのコスプレをしてほしいなと思いますけれども、やっぱ単純になんか足がでも綺麗に映えるコスプレみたいなのがいいですね。おー、足フェチ。ニヤニヤすな。本当にニヤニヤすな。やばいっすね。乗って引いちゃって。はい、こっち。ほう、はい、好きな異性の仕草は。うー、私楽器やってるんですよね。はいはいはい。で、楽器やってる人すごい魅力を感じるんですよ。おお。なのでギターとかベースをやってる弾いてる人の指。あー、マニアック。なるほどな。 YouTube とかで弾いてみたとか。おー、あー、指ばっかり見て。あーみたいな。あー、この人変態だ。大丈夫。最後、はい、もう一個しかないんで、はい、じゃん。いや、おかしいだろ。カメラに向かって告白シーン再現。再現っていうのがね、やーば。プライベートめっちゃえぐってきますね。やばくないか、これ本当に。すごい注目されてる。やばい。やばすぎるこれ。いやー、しゃー、消えてなくなりてー。はい、ずっと前からいいなと思ってました。好きです。付き合ってください。いや、なんか喋って、本当になんか喋って。やだよ、カット。はい、初めてこうバンダムに遊びに来させていただいたのにこれですよ。本当どう思いますか皆さん。はい、ということで罰ゲームくじ、うん、ラブ編結構盛り上がりますよね、これは。ね、きつすぎる、ほんとに。で、友達とかでやると結構盛り上がると思うので。あ、これいいっすね、めっちゃ盛り上がりそう。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、
はい、今日もバンダム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。